アザブ建物が1986年に取得したハヤットリー・ジェンシー・ホノルルアザブ建物はかつて存在した日本の不動産会社である1956年に渡辺喜太郎が株式会社アザブ小型自動車として創業1964年にアザブ自動車産業株式会社を設立1981年には 本社ビルに会社を並べて、ショールーム化。芸能人には2割引きで販売したため評判及び、客層は、華やかなものとなり、高級会社販売店の代名詞となった。不動産業に進出したのは1969年頃で、1987年に、社名を、アザブ自動車から、アザブ建物株式会社に改称。 2014年に設立されたアザブ自動車は、後に渡辺北郎が設立した別会社である。住宅金融専門会社の大口融資先であり、最盛期のバブル期には従船を中心に1000億円を超える融資を受け、ハワイのリゾートホテルを買収するなど、積極的に投資し、1990年5月期には、約679億円の売上を上げるまでに、成長した。 政治家にも10年間で約30億円となる裏献金を行い、これらは税務署の指示で首都不明金として処理された。1998年にはコイト政策所株式について指定グループ光信の大谷光弘を巻き込んだ指定戦に参加2000億円を投じるが、最終的には1000億円の損となった。しかし、 バブル崩壊後に不動産価格の下落などにより、業績が悪化。資金調達が困難となったため、債務の大半が整理回収機構へと譲渡された。この際に、社長の渡辺喜太郎は強制執行を逃れるために、資産隠しを行い、強制執行妨害容疑で逮捕された。2006年、アメリカ合衆国内の資産について、 アメリカ合衆国連邦倒産法第11章による倒産手続きを申請。これに伴い2007年6月に東京地方裁判所へ会社構成手続き開始を申し立て、同年8月に構成手続き開始が決定した。負債総額は2006年6月時点で5648億円。渡辺北郎 車の頭金の200万円、美人保証人で何とかさせようと。ザクザク、httpww. ザクザク、cojp、ソサエティ、ドメスティック、ニュース、2013万911、DMS1 兆3091億1072万 9001N1、htm、渡辺喜太郎週刊誌の葬儀特集と、 大英消滅で決断アザブ自動車復活編。ザクザク、https、www、ザクザク COJP、ソサエティ、ドメスティック、ニュース、20141023、DMS1 兆4102億3083万8円2 htm、渡辺北郎、自民党幹部、日産をぶっ潰してやるよ。政治と財界の裏側。 ザクザク、httpww. ザクザク、cojp、ソサエティ、ドメスティック、ニュース、2012兆20 51億万516、DMS1 兆2051億6070万 90002n1、htm、渡辺喜太郎、使途不明金は、政治家への、裏献金。ザクザク。httpww. ザクザク、cojp。 ソサエティ d ドメスティックニュース 2012502DMS1 兆2050億2072万2 0 0 2 n 1 h t m 渡辺喜太郎小糸製作所株買い締めの真相。ザクザク httpwww. ザクザク cojp ソサエティ d ドメスティックニュース2012万613 DMS1 兆2061億3073万3千五5 n 1 h t m 渡辺太郎。平成の鬼兵が強行した汚い再建回収ザクザク httpwww. ザクザク COJP ソサエティドメスティックニュース2012808 DMS1 兆2080億8072万 6003N1HTM 渡辺太郎、東京地検特捜部に逮捕その舞台裏ザクザク h, 2, 2, 4, h t t p w w ザクザク COJP ソサエティドメスティックニュース2012万 822DMS1 兆2082億2070万 4002N1HTM ありがとうございます。